今日はね、実は八ヶ岳に来ておりまして、隣におられるのが作家の本田健さんです。こんにちは、矢野圭三です。コーンスマイチャンネルへようこそ。はい、ということで今日はね、実は八ヶ岳に来ておりまして、隣におられるのが作家の本田健さんです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、作家の本田健と申します。はい、で本田健さんはですね、このコーンスマイチャンネルで何回か紹介させていただきましたけど、はい、このハッピーマネーですよね、これ日本語の本と、そしてこれは英語で書いた本ということで、はいはい、日本人が英語で書いて、はい、出すっていうのはすごい何十年ぶりというか、なんかその珍しいんですよ ね。これを見ていただいたら、作兼本田、翻訳本田健というそういう本になってます。ね、これも、全世界で何十カ国という形で、今ね多分45カ国ぐらいに行っていて、23言語ぐらいになったと思います。ね、はい、だからこのハッピーマネーという考え方は本当に幸せなお金という意味でもね、本当に多くの人がこれを体感することでどんどんね幸運な住まいにもなるかなということで、ぜひねまだ読まれてない方はぜひ読んでいただきたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日はね、ありがとうございます。はい、で今日はですね、私の本の紹介ではなく、はい、ただ皆さんも、買っていただけましたでしょうか。ドキドキ、ジャパネット本田の時間がやってまいりました開運ハウスということで、このコーンスマイチャンネルを、ご覧の皆様はもう、全員読んでいただきたい本ですけど、これについてね、私作家本田健が、この矢野圭三さんに、はい、ちょっとインタビューするという企画です。はい、はい、さあ、そもそも開運ハウスって矢野さん何でしょうか。開運ハウスは、はい、誰もの家が、住んでいる家がですね、本当に丁寧にいろんなことを扱うと、家が開運を後押ししてくれる、そういう家になるということをこの本には書いてるんですけどね。なるほどね。はい、じゃあその家に住むだけで人が、ニコニコしたり幸せになるっていう、そんなイメージですか。そうなんですよ。だけど一方では、家のことをあるよ、例えばあんまり好きじゃないとかなると、その家がね、なんか牢獄みたいになっちゃったりするというのもあってですねあの家にね、家に帰るだけだから、日当たりも悪くていいんです、はい、本当はもうあんな家嫌なんだけどって言いながら5年住んだりとかね。そうです、だから嫌なところに過ごすのか、それとも同じ場所でも、家に愛情を注いで好きになると、そこがもう逆に言うとリゾートのようになっていくとか、なるほど、うん、そういう違いがあるなっていうのは感じてますね。じゃあ例えばそのすごい豪邸に住まないといけないってわけでもないんですね。そうなんですよ、本当にね、小さな家でも愛情を込めて住んでいると、朝起きた瞬間に、あ、なんて今日は幸せなんだって実感できる、これは豪邸に住んでいたからといってできるわけでもなく、なるほど、自分自身がそこに住むっていう気持ちがすごくやっぱり大きい。なるほどね、はい、そうすると開運ハウスとは書いてあるけど、はい、マンションでもアパートでも開運ハウスになるってことですね。はいはい、そうですね、ハウスって書いてるんですけど、今住んでいるアパートとかマンション、そしてもちろん一戸建てとかね、すべての住まいに関して活用できる内容にはなっていますね。なるほど、じゃあ、 まあお住まいがハウスという、そういうふうな意味なんですね。そうですね、はい、なるほど、そうなります。はい、まあ、それでね、すごい第一章からいきなりつかまれるんですけどね、ちょっとだけ紹介すると、家の不幸スパイラルにはまる人の絶対的共通点とは、はい、これはよかったらちょっといくつか話しておりません。そうです、怖いですよね。そうですね、初めねハッと引いてするような話を入れてるんですけどももう最初からドキドキですよ。はい、やっぱしね、共通してる話があって、逆にね、どんどん夢を叶える人の共通点が、本田健さんもそうだと思うんですけど、住んでる家が好きな家っていうのが、夢をどんどん叶える人の共通点、どなたに聞いても、いや好きな場所以外に誰か住む人いるのっていう人がいるぐらいなんですけど、まあそりゃそうですよね。はい、だから例えばだから家って結構仕事以外に一番時間を過ごすところだから、はい、だからそこは嫌いだとやっぱりこう回復しなかったりもするんでしょうね。そうですよね、なのでどんどん夢を叶えていく人は、住んでいる家が好きっていう人が本当にほとんどなんですけども、その不幸のスパイラルっていうのは、やはり住んでいる家が嫌いとか、なんていうか、あんまり好きでもないけど嫌いでもないけどみたいな感じな人はですね、そこの家からある意味こうエネルギーをもらえないみたいな。なるほど、なるほど、はい、なるほどね。はい、ちなみにここはですね、八ヶ岳の研修センターなんですけど、12年ほど前に買いまして、はい、矢野圭三さんにね、トイレから何からもういろいろ改築相談に乗ってもらって、はい、本当にね、開運ハウスになったので、もう世界中からね人が来てくださるようになったので、もうそういう意味では僕はもう一人の体験者というか、そういう経験者として、矢野さんのすごいところをね、今日はお話聞いていきたいと思うんですけど、はい、で次ですね、はい、第2章、家の邪気を取り払う8つのステップ、8つは難しいと思うんですが、はい、1つ2つ
よかったら紹介していただけませんか。はい、例えばいつも喧嘩しているリビングがあるとですね、うん、はいはい、そこの部屋に行くと喧嘩したくなるっていう風なモードが起こりやすくなるんです。なんか残留エネルギーみたいなものが。そうですそうです。例えばまずいラーメン屋さんが潰れた後、美味しいラーメンが入ってもそこに入るとなんかラーメンが美味しくなく感じるっていうような現象も起こったりするんですけど、うん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 、でそういう形でですね、家の中でいつも喧嘩していたりイライラしていたり悲しんでいる空間は、うん、ある意味残留エネルギー的にそういった意味の、まあ、邪気みたいな感じの言葉で言うと残っていることがあって、うんうん、でそうするとですね、そこの家に行くとなんかみんな嫌な気分になるとかそれをね、取り除くにはどうしたらいいかということをこれ書いてる、ね、すごい、まあ、詳しくはねぜひ本を読んでいただきたいんですが、はい、もう一つよかったら教えてもらえませんか。はい、どの邪気を払うということに関して、邪気を払う、うん、1個ね、方法としてはコーンスマイチャンネルもよくお伝えしてるんですけども、うんうんうん、香りが結構ですね、有効 であんまり好きな方がいないのでいろいろ方法あるので、まあ、あんまりどうかな、香りが好きじゃない人もいるかもしれないです。例えばホワイトセージとかあとはモグサとか、実はああいうのを炊くとですね、うんうんうん、結構清まったりするんですね。なるほどね。これはね、古神道の先生に教えていただいた方法 で、うんうんうん、で私もそういう先生に教えてもらったものを実践して、で、立てさせていただいたお客様とかいろいろやっていただいたら本当に変わっていったので、まあ、それをちょっとお伝えさせていただいたりとか。なるほどね。はい、僕は矢野さんともほぼ20年ぐらいの付き合いになるんですけど、そうですね、彼がすごいのはね、一気建築士ってある意味そのすごいちゃんとした肩書きと同時に、その神道のね、古神道の先生について、うん、まあ、私のメンターでもあるんですけども、その先生について、その古神道もそうだし家尊もそうだし、うん、風水もそうだし、そういったものを、まあ、本当にマスターして、これをこう両方とも合体させて、うん、しかも分かりやすく話すっていう、まあ、その才能の掛け算がね、はい、このチャンネルがうまくいってる理由だと思うんですけど、ありがとうございます。まあ、そういう意味で、ね、皆さんも多分楽しんでいらっしゃると思うんですが、はい、その邪気を、ね、払うテクニックがいっぱいこの本に詰まってます。はい、まあ、そしてこの本の一番の中核は何かと言いますと、この本って何ですかって私が解説させていただくとしたら、この開運ハウスというものは家をパワースポットにするノウハウが入ってますというふうに一言で言うと思います。うん、あ、なるほど。なのでこの家をパワースポットにする方法についてよかったら教えていただけませんか。はい、まあ、さっき言った邪気を取り払うとか、まあ、いろんなこと、うん、それはまあマイナスをプラスにするってことですね。そう、まずね、そうなんですよ。ここからパワースポットにするにはどうしたいんでしょう。そうなんです。そこからですね、うん、家の中に、まあ、いろんなアイテムを置いていただいたりとか、うん、そういう方法もあったりとか、うん、あとはね、その家に住む、ちょっとこれはテクニックなんですけど、うん、その家に住みながらどんな夢を叶えていきたいかっていう思いを込めていく。でそれがないとですね、なんかね、家が後押ししてくれないというところがあって。なるほど。はい、これが本当に面白いんですけど、うん、どんどん夢を叶えていく人っていうのは、うん、いろんな方の家づくりもさせていただきましたけど、やはりこの家が、自分たちがこれからどんな人生を歩むのにどう応援してくれるかみたいなところをね、本当にうまくセッティングされている、うんうん、そんな感じでね、どんどん成功される方がいるんですけど、まさに、そういうのが、まあ、そういうパワースポット化をしている象徴でもあるかなと思ったりするんですよね。なるほどね。まあ、この中にはね、6つのテクニックっていうふうにあるんですけど、はい、あとはその僕はすごく面白いなと思ったのと、実際にね体験したことがあるのが分かるんですが、はい、地磁気の狂いを回避する、あ、これはちょっと、はい、まあ、ややちょっとすごくねこう上級編というか、はい、かもしれませんけど、はい、それはどういうことか教えてもらっていいですか。そうですね、これ実際にオフィスでね、塗装に行ったりとか、そう、はい、やっていただいたんですよ。はい、よかったら簡単に解説してもらえませんか。はい、まあ、地磁気っていうのは地球の南極から、北極に向かって流れている磁力線っていうのがあるんですけど、うん、これがですね、建物の中で歪んでいる場所があったりとかすると、うん、そこにいるとなんかね、めまいがしたりとか体調が悪くなったりするっていう現象が、まあ、エビデンスがあるのかって言われるとなかなか難しいんですけど、ただ実感としてそれを感じる人が非常に多くて、うん、でそれをですね、実際、マンションとかでも狂ってる中で、その地域が狂ってるところにいるとですね、子供が全然勉強できなくて困ってるっていう人を、うん、それを整えるとですね、途端に勉強ができるようになるとかいうことが起こったりしたんですね。うんうん、でこの地磁気の狂いを、まあ、どうやって整えるかということをやるとですね、随分と、うん、なんですか、パワースポット化するためにすごい大切な要素になるかなと。なるほどね。はい、まあ、これはね、うちもいろいろやっていただいたんですけど、まあ、もうすごく長く話す時間かかるんでまたそれはコーンスマイチャンネル見ていただいて、はいはい、詳しく聞いていただくとして、まあ、そして、この本の、ね、一番のエッセンスは、じゃあこの家からエネルギーをもらうために、うん、日々気をつけたらいいことっていう話をよかったら最後の方にしていただけますか。あ、はい、
これ、まあ、私の妻もですね、まあ、心理カウンセラーで、まあまあ、妻というか主婦の部分をやってる彼女から聞くのもそうなんですけど、うん、やっぱり日々家で過ごすこと、例えば家事とかがやっぱりストレスになると、うん、どん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 やっぱ気持ちが落ちていって住んでる家も嫌いになるって言ってたんですけども、うんうん、例えばそれをですね、トイレ掃除なんかは例えばきれいに便器を磨くとですね、それだけでなんか気持ちが良くなると、例えば彼女とか言うんですよね、うんうん、でそういったことを日々やることで、まあ、心を整える、で心をベースを整えていくとですね、それが次のレベルにどんどん上がっていくっていうのがあるので、だから日々本当になんかちょっとした些細なことですけど、例えばトイレ掃除をするだけでも、随分とですね、気持ちのベースが整って、そこからどんどん楽しいことができますよということもあるんじゃないかなと思ってます。なるほどね、はい、もう本当にね、この一冊、270ページだと257ページだと思うんですけど、その中にね、いろんなこう今多分コーンスマイチャイルの方が、面白いと思うようなことがいっぱい入ってて、はい、僕もねこの20年いろいろお付き合いさせていただいてるんですけど、知らないことも結構入ってて、はい、もうすごい勉強になりました。じゃあ最後に、はい、この本どういうふうにどういう人に読んでもらいたいでしょうか。あ、そうですね、まあ、多くの女性の人に読んでいただきたいなと思ってて、今ねやっぱり、地球規模で女性が元気になったら、世の中が良くなるってすごく感じてるんですね、うんうん、で本当特にその40代以上の女性の方が、普段の生活でもっとね元気で生き生きになると笑顔が増えて、そしてそこに帰ってくる、まあ、ご主人さんもねそれにつられて笑顔になるかなと、うんうん、そのためのきっかけになるような本になってると僕は思ってるのでね、うん、多くの人にぜひ手に取ってもらいたいなと思ってます、はい、というわけで、カインハウス今全国的にね、はい、並んでて、もう来週には多分ベストセラーランクインすると思うんですが、皆さんねこれ読んでいただけたらと思います。今日は、素晴らしい話ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。本当になんか逆にインタビューされた感じでいえ、今日はねこれをインタビューさせていただくっていうのが目的だったので、はい、はい、ありがとうございました本当に、はいはい、ありがとうございました、はい、皆さんもどうもありがとうございました、はい、ぜひぜひこの本よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。